はい、ひとつきまさしみです。やはりこの件について語らなければならないだろうなというふうに思っています。ゴリンのです、ねえー、開会式作曲担当の小山田さんが、まあ、辞任されました。えーまあ、これはですね、まあ、過去にですね、まあ、かなりのそのいじめをされていてで、まあ、その被害者の方もですね、まあ、被害を受けた人のねこの記事をですねこの見たんですけどロッキングオンジャパンに載っていたのは、まあ、それは1995年なんですよね。 でこれはかなりまあ確かにひどいことだなというふうに私も思いましたがちょっとですね今回、えー、実はですねあの組織委員会の責任について追及するのにものすごくあの分かりやすい事例があるんですね。でそれはですね、えーまあ、事件から間もなく5年ということで山ゆり園築居や山ゆり園というところがあったんですけどももう本当に入手あの知的障害者施設ね。 こちら入所者19人が殺害されたじあの事件でもうちょっとで5年になるということなんですが実はですねここで山百ゆり園で聖火をねやろうと聖火ランナーの聖火やろうとしていたんですよねで。これはまたもうおぞましいにも程があるっていう,ふうに思っていたんですが、まあ、これは実は撤回されました。 でもね、こういう体質の組織委員会だからこそこんなことになるんですよ。こんな人間たちが多様性とかねあの言ってて何をやってんねんというふうに思いますでその辺りをですね、この「ブラック・ボランティア」という著書を書いた本間竜さんと話をしたいなというふうに思いつつ今日はちーちゃんも最初っから出演してくれててありがとうという感じで、えー、よろしくお願いします。 よろししくお願いします。もうなんか煮詰まってんな、もうオリンピック、ほんとよ。も,もう全然だめだよね、もうグダグダだもん。いやもうグダグダですよ。中身ももうほら、あのー、ね、うん、陽性患者もいっぱい出てきてさ、これ、うん、でもうほらあ、きのうも話したけど、うん、なあのー、22日のね、うん、日本対南岸の試合、うん もう心配されてるし、うん、もう中身もグダグダしかもそのせいなんていうの精神面っていうかさ、うん、でそういうこのビジョンだ理念というか、まあ、うん理念方面ももはや完全崩壊まあ最初からなかったんだよちょっと言ってるけど、うん、最初からなかったやつをこうしょうがないかな もう,う 3m ぐらいの厚化粧がボロボロ,ボロと落ちたんだよそう。金集めるためにありとあらゆる厚化粧を施してたわけよ。うん、なんか差別はいけないとか、うん、人類平和だとか LGBT であるとか、うん、もうほんとなんかさ五輪さえ開けば人類の悩みは全て解消されるみたいな、ねうん 前はキリストかみたいなさ。うん、あのー、本当にね、えっと、オリンピック、あの、あそこのホームページ見ればいい。うん、オリンピックオリンピックのね、ホームページ見ると、もう、うん、ありとあらゆること書いてあるからさ。うん。五輪、うん、さえ開けば、もう、貧困もなんとも、なんもう、差別も、あの戦争もみんななくなるっていうか、なくなるように努力するって書いてあるんだけどさ。うんうん、まあ、とにかくすべてを。 わしらが引き受けけるぐらいいの勢いなわけよでも実際のところはわしらがお前らに押し付けるそう山兆円の税金使ってなそうそう,そう別に彼らが何かするわけじゃない、うん、もう皆さんこういうイベントに皆さんのゆきっちゃんが一人当たり二3枚パタ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 って飛んでってんだよそうで今も今日も今日も増えてますそれが <laughs> 今日も あなたの財布に組織委員会は手を突っ込もうとしていますっ、はい、毎日ちょうだいって言って <laughs> ちょうだ, <laughs> だ,、ま、だいって言ってまたちょうだいまたちょうだいっ恐ろしいってほんにでねあのー、やっぱこれちょっとやっぱり今回のこの山田,、ね、山田のあれっていうのはちょっと不思議 主義ですねやっぱり電通、うん、当然これ人生の電通がやったはずなの。うん、まああのー、ほらなんていうのこのこの人の音楽ってさ、うん、まあぶんちゃか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 みたいな感じでしょいわゆる渋谷系2なんかちょっと派,で派手でさ、うん、あのー 光学機動体でも使ってる、ね。そう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 ,そう,そうあれはああそこでも使ってた？光学<ん>じゃなくってなんだっけほら、アップルシード？アップルシード？違ったっけ？アップルシード違ったっけ？違うと思う。あ違うか。うん。うん。マイナーなのが出てきてビビるわ。<laughs> <laughs> アップルシード好きなんだ、ね。ああ私も好きですよ。うん。いやそれでさ。うん。 そう,いうでも、広角機動隊でも使ってたじゃない、うん、使っあまあ、全部じゃないけどね。うん。アライズか、なんかだろう、うん、まあ、だから、ああいう音楽かって、俺もうん、うん、ようやくわかったんだけどさ。うん、で、あれをなんかどっかで使いたいっていう感じだったんだろうね。うん、要するに年、年型っぽいっていうかさ。そういう感じを出したかったんだと思う。うんうんで つまりあれはさ組織委員会が任命つまりあんなのさ無党が知るわけないのよあのぶんちゃか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 だってさ無党 <laughs> が知るわけないじゃないそう、ね、んなでしょ、うん、でじゃ誰が知ってたんだっ、うん、誰があれを推薦したのか、うん、っていうのもさあれの責任者って言ったらさ、うん、あれのあのあの人になっちゃうじゃんあの今の この開会式の責任者って言われている、はい、元博報堂の彼。ああそっか。うんうん、そういうふうになるよね。うんうん、だってその彼が中心になって決めてるわけでしょ、うん、今回。でそのじゃあ音楽どんな音楽使うっていう話を、うん、した時に「あのコーネリアスいいんじゃね?」っって。うん、ってなったわけでしょ。武藤うん、うん、なんか知るわけないじゃん何だろう。あんなの まあねでもいいわってね別にいい「うん、えクラシックじゃないの?」みたいなさ、うん、ぐらいのあれでしょえ「バッハで行くんじゃないの?」ってねえ、うん、バッハの無伴奏バイオリンそなたで行くんじゃねえのとかちなみにあのほんとかどうかわかんないんですけどアイラにすごい記事載ってましたようん何 <laughs> まあ冗談みたいな記事なんですけど小山田辞任で開会式の楽曲は使用せずもうバッハで行くしかない。<laughs> <laughs> なるほど。関係の中でこういうふうに言われてるっていう記事があります。<laughs> 面白いですよ。それでいいよ俺は別に。<laughs> <laughs> まあね、ちょっとで、バッハの局長って開会式で合うんのかう <laughs> んーとね。うん、あの、合わない。<laughs> 合わないよね。<laughs> あんまり祝祭的な雰囲気っていうか。そうよね。やだいさ。うん、開会式ってさ。あの、あ,のあれよ 開会式のちょっと精神的な部分ですごく静かになるところでは合う。うん、まあそうだと思うあ、なじゃあみんなでさあ、これからみんなで歌って、歌って踊って盛り上がろうっていうところは合わない。それはしょうがない。う,ん、うん、だからね、バッハでもいいけどさ。もう焼け癖だよもうバッハでいいよ、クラシックのバッハでいいよ <laughs> そうめちゃくちゃ、本当にめちゃくちゃになってるけどね。うん、そうだからね、あれさ、 組織委員会でまあ武藤が出てきてなんか謝ってたけど、うん、あ本質的な問題はさ、うん、いやだからあの責任者の人たちで選んだんじゃないの、うん、っていうね、うん、話になるじゃない結局、うん、だから多分まあうん今回ここでまあ一応幕引きを図ったのはこの先ずっともしかい続けると、うん 一体あの音楽で引っ張ってきたのは誰だっていうのを集中的に探されるじゃん。うん、ホーストまた今度は今,今やっている人々開、うん、会式の責任者たち、うん、にも類が及ぶと思ったんだろうねやっぱね。だから所詮しょ尻尾切りだよこれも。まあほらほら。うん、うんあ。要するに最初はじあれ辞任なんてとか留任してたんですよね。 まあ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 ってこれなんでかもうだって開会式もうちょっとだし面倒くせえよ強行突破だよって思ったんですよ、うん、でなんか思いのほかなんか批判されてんなーっていうふうになってやっべえなこっちまで俺と武藤とかね橋本聖子とかあと森喜朗とか、うん、そこら辺まで類が応援団えからハイカットみたいなな <laughs> <う>ないなんか小そう何、ん 今大会は人権に配慮した大会にすべきだと考えている。で <laughs> もう、配慮の気持ちがなかったからこういう人を選んだんでしょ <laughs> 配慮の気持ちがなかったから山ゆり園で神奈川県の成果つけようと思ったんでしょまあ、ああの、神奈川のさ、うん、あれ相模原はさ、うんまあ、組織委員会からの指示じゃなくて相模原市でしょいや、まあ、そうなんやけど、どうだ 相模原氏がやりてって言ったやつを、うん、まあ組織委員会としても OK してたわけだいやそうおかしいやんもうだってあれも止めないわけよ。だからあれは相模原氏が最初、うん、そもそも相模原氏がさ、うん、あれその山百合園からこの成果を走らせようとかね、うん、その考えるこの全く関係ないから、うん、リパラと相模原 でそこへ持ってきてなんか強引に結びつけようなんてさ。だって、あのーまあ、さが。あのおあ相模あのあの事件の関係者はさ発表してたけど絶句してたよ、うん。オリパラとあっていうかまああのー、あそこにあの,あの施設に入っていった人たちは精神的な障害を持っていて。パラリンピックっていうのは、うん あの身体的な障害を持っている人たちがやそうや、ねうんうん、だから我々とは全く関係ないんだと、うん、あのー、いうふうなことを言っててさ、うん、で関係ないのに引きずり出されて、うん、でなんかオリパラ、まあ、結局ほら聖火リレーっていうのはさ、うん、オリンピックを祝うっていうためにやってるわけでね。うんうん オリンピックなんかいわゆるような状況じゃないわけよ、うん、はっきり言って。なのに、そこに組み入れようとするしたっていうのが、うん、いやもう本当、わけわかんないんだよね。うん、あのー、まあ、いつも言うけど、なんで誰も止めない<笑><笑>だから、みんな、小山田さんだけがね、あのだめなんじゃなくって、全員だよ、全員。ね 選んだ方の責任が悪いじゃん暴対法だってそうなってるじゃん暴対 <laughs> 法その末端組員が何かやらかしても組長の責任が問われるんですよだから私はいつもねあの広域暴力団あの対策法じゃなくて広域政治団体対策を作るべきだと <laughs> いつも言ってるんです <laughs> まあそうだよね <laughs> あまあ今回のまあだからやまり園はさちょっと置いといてさ でもそういうい体質がどこの組織にもあってさ。うん、なのに、だから俺一番嫌だな、いつも嫌だなと思う、うん、そんなこと真剣に考えたことのないやつらとか集団がさ、やめゆり園とかをなんか、だしに使って、そうよ。やろうっていうね、うあの根性が本当に気に食わないよね、やっぱね。気に食わんし、その、冒涜だよ。だよね。もともと冒涜してるやつらが、 あのや責任者でやってるからこういうことになるんだよ。そう気持ち悪いよ、ね、そ,そこの問題を追求せずにお山田さんだけやめてでしかも山田さんがんか、まあ、例えば、えー、とあの新国立競技場でなんか、えー、と性的事件を起こした人いたじゃないですかここ最近。ああいうことしたんじゃなくて40年前のやつで、まあ、当時の大人は何してたんだとか先生は何してたんだとかマスコミは何してたんだとか含めて。 そういうの全部なしにして、いやー、多様性のね、えー、調和の取れた社会を指すオリンピックにはふさわしくありませんので、やめていただくことにしましたとかって、お前がっていう感じですよ、本当に。そうねまあ、もう私あの小学校の頃からいじめられてて、中学校はもう先生ぐるみでいじめられて、やめたんで、あの学校行かなくなったんで、もう今回の件はもういじめられた側からしても、なんか気持ちがもう。で、だからつまりそういうものを早期させるわけだよね。 だからそういう状況になってるっていうこともやっぱり今回組織委員会はものすごく罪深いわけよ。うん、あの全く関係ない人たちにもなんか嫌な思いをさせるっていうねう、うん、だからそこまでの事件になるっていうことをまあやっぱり予想、まあ、当然予想してなかったんだけどさ、うん、まあ小山田本人 の責任っていうのはやっぱりまあオリンピックの仕事やりませんって言われた時に、うんうん、いや俺ちょっとかこれ嫌だってやっぱりな、うん、人権とかさ平等とかさ、うん、いろんなこと言ってんのに俺で、うん、ちゃまずいだろうって、うん、いうふうに思えなかったところが彼のせ甘さで責任だよね。うん まああるいはそういうふうに言ったかもしれないけどその電通とか組織委員会に、ね。では大丈夫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 大丈まあ多分そういう風な流れだと思う、うん、本人大丈夫かなあれな俺の基本でっちまったじゃんってーんで多分1回はちょっとうんって言ったと思うけどうあのおそらくまあ電通とかが。 o k なの愚かな大衆みんな忘れてるから、うん、なんならロッキンオン全部回収してやるよ、ベットに上がってか意味で。<laughs> っていうぐらいの話だったと思うよ。うんうん、でも結局こういうサインになっちまって、うん、まあ多分ね、まだまだあ彼もう海外にも名前売れてるじゃん。うん、めちゃくちゃ名前売れてるけど。うん まあ今回の件でも海外からの仕事はもうなくなるかもしんないよね、うん、まあそうでしょうねやっぱ海外ってほら差別に敏感だけど、うん、とりあえず今までは国内の話だったわけじゃん、うん、ないのもうこれガンガン報道されてるからさ海外でもね海外からの仕事はもうないかもね、うん、いや国内の仕事は大丈夫よだって電通接セると運んでくるから、うん、関係ないけどさ、うん うんだからね、それでさ、うん、ちょっと笑っちゃったけど、はい <laughs> ま、こういう事件があるとさ、<う>要するにさ、もう東京オリンピックはダメダメだっつって、うん、かで思い返してみるとって言ってさ、過去の話がわわわわって出てくるじゃん。<う> もう佐野賢治さん忘れられてると思うよ。久々に顔顔が出てきて、あのニコニコ笑ってた時のさ、こうやってピッサイであったじゃん。あーって。佐野さんの説明をしてもらってもいいですか、多くの人は忘れてると思います。もうもはや皆さんを忘れだと思うんですけど、オリンピックエンブレムの話ね。うん。オリンピックのさ、ポスターとかになるね。 キー,あのビキービジュアルになるはずだったさ、うん、エンブレムのねそれ佐野賢治賢治のあの元博報堂なんだよ彼ねうんのっていうそのデザイナーが、はい、組織委員会から委託を受けてでこれですあっつって発表したわけよ、うん、もう華々しく発表したわけ、うん、だってすごかったんだよ夜 NHK の夜7時のニュースで中継したんだよ、うん、発表式がし,してたねあれ何年前のもうさ5年ぐらい前だっけめちゃくちゃ前じゃない五年ぐらい前だったかもういやもう6年ぐらい前だと思ういやもう6年前なだ、うん、そしたら発表直後から、うん、これはねあのヨーロッパのあのなんて言うのあのヨーロッパでのなんか、うん、あの 文字の文字じゃなくてヨーロッパでもう使ってるやつのパクリじゃねえかとかいろんな説が出てきて、うん、それでしかも佐野くんにとって不幸だったのは、うん、佐野くんの他の仕事もみんなパクリなんじゃねえかっていうさ <laughs> それをもうネットでもう徹底的に追求されちゃって、うん、で結局彼やってた。 なんだっけサントリーだったっけなんかのお仕事も。なくなっちゃったのなくなっちゃったよ。だってほぼパクリだったから見てたうーんうん、えー。というですね、それで結局、まあ、彼、辞めちゃって、辞、うん、めて、えー、その仕事もパーになって、うん、で、今のデザインね、うん、あれ何もよってうんだっけ、ほら、こういうぐにゃぐにゃ,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 にゃんってなってる。 ええオリンピックのね。あれあれは佐野くんがクビになった後にもう1回やって出てきたやつ。エンブレムね。で、じゃあその佐野に決めたのは一体誰なんだと。うんその佐野のあれは一応公開。えっと あの公開で何人かのプレゼンテーションをやらせて、うん、そしたら佐野君になったんだけど、うんえー、その裏も暴露されていて、うん、まあ結局あれは <coughs>、電通の責任者が佐野案を強力に押したんだと、うん、っていう裏も全部ばれてるんす。うんうん、で、それを押したやつも結局クビになって電通に帰った、うん、あ組織委員会に行ってたってことですか、つまり。 でであバレちゃったごめんごめんってお友達やったからさーってやってでその暴れたじゃしょうがな電通戻るかみたいなだからそういうやつが今回絶対いるからもう絶対いるからもうそういうのをねもう放置しておいてもうほんといじめられた人間からするとクソ誰かって <laughs> まあ小山田君にも責任はもちろんあるけれども、うん ただ確かにさ、うん、40年前だからさそれでその俺ほら彼の彼と彼のって全然知らないしね、うん、あのー、彼が反省してるのかどうかも知らないけどさ、うん、だからちょっとそこまで彼の人間性を否定するところまでうかつなことはちょっと言えないんだけど、うん、まあ第一印象ではさあのー 多分反省してる風には見えないけれども、うんまあ、あと本当に反省したらこの仕事は受けないと思うけど、うん、うん、やばいと思ってね。うん、だって、彼自身もあれさ、散々叩かれてきたわけじゃん、今まで。まあ、既にずっと叩かれてたんだよね、<laughs> あ,あはああ。ずっと叩かれてたわけでね。うん、だから、今回初めて出てきた話じゃないわけよ。うん、で、彼にもだからその自覚があったはずだし。うん それなのに受けたっていうのは、うん、さっきも清水さんも言ったけど、うん、大丈夫大丈夫な何とでもなるけどうちが何とかすっからって電通様だぞ<ら>組織委員会だぞ3兆円の税金吸い上げてるんだぞみたいな絶対間違いないだからある意味ねお山のまあ彼も犠牲者だっちゃは犠牲者 どこを乗っってた話よ <laughs> まあ小山田さんのねあの私はお会いしたことがないのでわからないんですけどあの非常にいじめられてた人間からするとね子供時代すごくそのこの報道自体も不愉快、うん、まああとはその今回じゃあ小山田さんだけをねぶった切るだけじゃなくって。 うん、組織委員会の責任者誰だよとこれ選んだやつでそんでどういう経緯なんだよとかうんそうだよねていうかオリンピックって多様性と調和とかなんか言うてましたよねうん言ってんねえーっとせっかくなんで大会ビジョンのホームページ見ましょううん、えー、大会ビジョンえー、何何 ?3 つの基本コンセプトは全員が自己ベスト多様性と調和未来への継承 なんだったらさ、えー「多様性と調和、人種肌の色性別性的思考言語宗教政治障害者の障害の有無などあらゆる面での違いを肯定し自然に受け入れ互いに認め合うことで社会は進歩っていうふうに書いてあるのでもうそんなもう分かりやすく組織委員会も小池と菅とバッハと橋本と丸川でいじめるのもな「多様性のうちじゃボケ!」って「今更ら変えられるか!」って。 開き直って見せろや本当にこういう厚化粧すんなよ<あ>腹立つわほんとにうん菅と丸川と小池と橋本とバッハ誰が言ったっけバッハでやっぱりな、うん、あのー、バトルロワイヤルやった方がねこぽど面白いよねほんとに バトロはやっとけよ、本当に首に爆弾つけて、<laughs> 最後の一人まで。<laughs> 首に爆弾つけるとか言ったら、シリにご自身で危険がさらされることはやめてくださいって言て。<laughs> すごいね、敏感だね、うん、シリありがとう。シリ、ありがとう。無視されました。<laughs> <laughs> 急に無謀になって。<laughs> まほんとなだそこだと思うよ俺も、うん、一体誰が任命したんだこのば、うん、この同じこの同じ人,、うん、人選はあってね、うん、それはやった方がいいよねやっぱね、うん、でも多分これで一件落着ね <laughs> うん当然そうだよこれこのまま放っておいてずーっとほっかむりしてやってたらあのー、責任者出せこらっていう話になってたでしょ、うん うん、もうみんな小山田叩いてすっきりしてさあ仕事、うん、仕事みたいな感じでそれじゃダメなんだって <laughs> でも多分そうなるよね許さん、うん、だからこのえー、っと今回、ね、で結局「うん、えっ?で」て小山田のさ曲4分?「使わないで」って言うけど使わないで済むんだね。うん じゃあなんで頼んだんだよ最初からおっ <laughs> そう思う思う <laughs> これだって1年前に辞任してたんだったら作り直すかってあー開会式音楽大事なんだって思うよ思うよねだけど使いませんってえ三3日前 <laughs> どうするよ俺そうど,どうすんだろうねえ大丈夫まあまあ適当な振り音源使えば大丈夫大丈夫なんだったらクラシックのバッハ流しゃい大丈夫みたいなそんなんだったらなんそもそもなんで頼んだのっていう バッハの音楽はねちょっと4分では収まらない <laughs> 残念ながらねそんな簡単には切れないんで、ねね、いやでねあのー、なんかほら4人、うん、4人に頼んでるって言ってるよね、うん、なんか作曲家4人、うん、でもさ あああれか、まあままそかかれ要するに出来合いの曲も使うんだろうけどさ、うん、あのアニメの曲とかねうん、うん、なんかどううせ使うまあ、それこそクラシックとかも使うんだろうけどでも4人に1曲ずつ頼んであるということは、うん、このコーネリアスのこの曲に合わせたなんかパフォーマンスが絶対予定されてたはずだ、ね。そりゃそうですよ それもやめちゃううっていうことなんだろうな、うん、大丈夫大丈夫でも適当になんか飛んではる時は大丈夫じゃあなんで160億も開閉会式に使うのこれさ当然作曲料払われてるんだと思うんだけど辞職すると返すのかなでもきっと組織委員会<あ>だいい、うん、いいどうせ税金だからいいよいいよって。うん ううんだろうけどまああとまあ普通に契約上考えて作曲して納品してるんだったらまあこれは大丈夫ですけどまあとはその契約上ね使われなかったら返金とかっていうのもあるかもよ。う,ーんうんそこはちょっとわかんないですけどね。まあ作っちゃってあるかもね。うん、まあそれででも普通に考えたら、うん、それに合わせたパフォーマンス4分間。うん なのか5分間なのかを当然やってたはずでまあこれそれをさ楽しみに練習してた人たちもちょっとかわいそうっちゃかわいそうでねうん、うん、もしそういう風になっていたとしたら、うん、多分そうだと思う、うん、そういう段取りになってたはずだけど、うん、それもパーーと。うん それもなんかな、だからとにかくこれ責任。まあそれでさ、でも結局な、うんうん、誰かがやっぱり暴露、また文春のあたりに誰か暴露してくれれば、うん、まあ今回あれを、彼を連れてきたのは一体誰だったんだっていう話ね。うん、まあそんなの多分、組織委員会は発表しないからさ。うんうん、まあでもな。 なんていうかこの本当に本当にオリンピックのこの理念って安っぽいよね。うんうん、本当に。狂ったみたいに安っぽい。うん、よくやるぜ、本当に。で、なんかそしあの武藤は判断が甘か,かったなって言ってるんだよね。うん 何判断が甘かったって、うん、そもそもこの状況下でオリンピックをやるっていう判断自体が間違ってるからさう,うんうんああ意味不明すぎることが続いてもういやなんか正直ね開会式に向かって もうちょっとさうまいことやんのかなと思ったんですよ。取り繕いながら。うん。ねもうしゅなんかもう中止にとりあえずしない方向に突っ走るんだったらもうちょっとねうまいことうまいことっていうふうにやろうと思ってたんだけどなんかどんどんひどくなっていく。どんどん。うん。意味がわからん。 まあひどいよね。お前らちゃんとやれよってなんか俺が突っ込みたくなるレベルです。うんまあ、やんねえけどな。もうほら聖火リレーとやら、うん、もうさ全く走ってないわけよどこも。そうよ。<laughs> あれなんか希望の火をつなぐとかさ言ってたよ全く出てこなくなっちゃってさ。うん 笑うおもう本当に笑うんだけど、うん、あのー、え希望の日は一体どこ行ったの希望の日は希望の日はなくなりました消えましただって東京で聖火リーレー走んないでしょ走ってない、うん、あのー、今ねあのー、どっかでほらまたトーチキスとかなんかやってえいってそれだけそれには税金使われるわけだまそう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 うそう <laughs> それでさ、なんだっけ、お台場あたりにあれがあるんだって聖火、うん、台があるんだってあ、そうなんだ。うん、うん、だけど、それもさ、見学禁止になってるとっ。そう,そうそうそう、人集まるとよくないからってやつでしょ。<laughs> 何のために作ってんだよ、それって。<laughs> ああ、もうあれだね。せもう、こんなことになるんだったらさ。うん お台場のあのー、ガンダム動かさないでさ、うん、あれになんか五輪のトーかなんか持たせてさ、<laughs> あの、ずっとこう、うほら、あれってかあ、ニューヨークのあの、自由の女神みたいにさ、やらせて少しは、うんうん、少しは話題になったんじゃない、うん、あったでしょう、間違いなく。うん、今何も、オリンピックの、 多分さ海外のメディアもさオリンピックの何かを流すときにキービジュアルがないよね、今ね、ね本当にあの聖火リレーもないし聖火台もなんか集まるなって言われてるし本当にキービジュアルが今ないと思う。うんビジュアルは あの小、ー、山田君の顔写真、うん、になっちゃってるからさ、うん、なんだかすごい話だよなだから責任者出てこいなんですよ責任者今なんかもっともらしくなんか橋本とか小池とか武藤が「もしも主任」みたいなこと言ってっけど、うん、お前らが選んだんだろうっていううーんまあ 橋本と武藤は、うん、その開会式担当のせ、うん、責任者の人から「音楽はこの人たち使いたいと思います」って言われて「うん、はい」あ「ああはい」と「よろしく」って言っただけだと思うけどね、うんうん、元白報堂の,あのなんだっけ佐々木ん違うかなんかな,なんかそういう人ですよね佐々木ひ,ひなんか名前なんだったっけ いや俺も知らないからさえっと博報堂のえっ、ー、と開会式担当の人なんかまあでもあその人でしょそうようんうん日置さんだあそう日置うん、うん、その人が一応今責任者になってるじゃないうん、うん、だからまあ彼、まあ、責任者っていうんだから一応責任は彼ってことになる、うんねえ 一応は、うん、だけどさまあ彼一人で決めたわけじゃないよね、うん、でこういう感じでっつって音楽あれをあのたあの作曲家をピックアップする時にさ、うん、えー、まあ電通から上がってきたんじゃねえかなと思うけどなそうじゃないとまあまあ電通から上がってきて。 なんかこの山百合園で火つけようって思って、えー、聖火リレーのねで皆さん絶句してたわけじゃないですかでそれでも組織委員会そのことの重大さに気づかなかったわけですようん<そ>まあ気づかないねでそんでその上で今回のね件があってうんなんか本当にろくでもないんだね組織としてそうよ それは僕はね45年前からずっとそう言ってるけど全くそういう組織だからさでも中にはいい人がいて俺たちにさ内部情報くれるけどまあ割合としたら数パーセントでこれは腐ってるわけよでなんか今日昨日かなんかツイートで見たんだけどねなんか82歳のご高齢の方が えとあれをあの通訳通訳ボランティ登録してるそれでうーんと前の前の東京オリンピックの時も若い時に通訳やっだから今回もなんかお役に立ちたいいうんで通訳のあれしてるんだって登録を82歳なんだなんでもうちょっと足がに足が痛くってね あのー、えっ、ー、と、なんていうの、えー、これ、国立競技場なのかな、ちょっとちょっと忘れちゃったんだけど、うん、移動の、その、ボランティアのこの詰め所と、うん、その彼が、えっと、ボランティアをやる現場とは、2キロぐらい離れてる 2>、うんはい、2キロうんで、それぐらい離れてるから、チャリンコを使わせてくれとか。うん 車椅子貸してくれとか、またほまた他のの移動手段、うん、やらせてくんないかって、うん、ボランティア事務局に聞いたのえー、問い合わせをしたんだけど、うん、何の返事もない。何の返事もない、うん、だから何もない。うん、返事はあったのかなとにかくでも何もないの、ねうん、だからそういう例外手段はなし。うんで 82歳のおじいさんが2キロ歩いていく横を組織委員会のそういうほら現場の連中がチャリンコで「スイ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 」ってそういう組織だって俺もう本当によくわかってるんだってあのずっとその彼らの応対を見てきてねまあ取材され続けてましたからねそうそうそうずっと今まで取材をしてきてさ あいつらのこの本当にこういい加減っていうかさ、うん、定位のない、うん、でその特にボランティアに対してさ、うん、ただの駒だと思ってただの駒としか思ってないんだから、うん、だけどホームページにはさボランティアこそなんだっけえー、とオリンピックの顔顔だとかって言ってっけど、うん、そんなの一人面々も考えたことないって彼ら。 1>, 1ミリも1ミリもないよ 1mm も、うん、あれは電通が作ったコピーだからと本当にもうねボランティアに対するねあのリスペクトのなさってさ味をぞっていうね、うん、えー、っと公式ページに何て書いてあるか「オリンピック・パラリンピックの成功はまさに大会の顔となるボランティアの皆さんの活躍にかかっています」 東京2020を成功させたいという熱意にお持ちの方、またとない自国でのオリンピック・パラリンピックの運営に直接関わりたい方、みんなで一緒に盛り上げていきましょうだって、あのそれは電通が書いたコピーで、組織の連中は誰もそんなこと持ってないう,ーんうんうんああ、もうなー、ただで集まる兵隊、もっと来ねえかなーって、ずっと思う。なんでこんなに高齢者ばっかりなんだよ、もっと若いやつ、よこせよこせっ,って。 それで大学とかにね、うん、あの、要請を出してさ、うん、大学生集めたりしたわけよ。うん、だけど、昨日のそのツイートはさ、そういうツイートがあったんで、うん、全く俺も知らない人だったけど、うん、もう早くやめたほうがいいですよ <laughs> <laughs> そうね。<laughs> 一応俺は書いといたけど、うん、だって、これで倒れても、82歳でしょ、うん、ああ、で、もね、熱中症でぶっ倒れたとしてもさ、うん 何の保証もないんだよ、うん、っていうかお前そんなのまあ車椅子とかチャリンコとかなんか出せよって話じゃん、うん、82歳でさせっかくやってくれるって言ってんだからさ、うん、でも何もしないのよああ<ー>そしてこのほら、うん、このクソ熱いさなかでも、うん えとボランティアに支給されるのは、うん、500ミリペットペットボトル1本これ変わってない、うん、変わってないどころかなんかコカ・コーラ持ってこいとかなんかああそれはほらあ、ね、学校感染の方学校感染ね、うん、そう本当にケチくせえなあ、うん、<laughs> あとねメディアセンター、うん、メディアセンターあるじゃん、うん、ビッグサイト、うん、メディアセンター内の 自販機は、うん、コーラが280円で売ってるらしいよ。たっか <laughs> もうだからそういうとこなのよ、お山田さんのことだけ叩いても意味ないよ。もうね、あらゆるところでさ、もうぽったくりだのさ、うん、もう嘘だのね。うん、ああ、もうね、すべて、まあだからすべてがそうだから。うん あのー、俺なんかずっとそういうのし見て取材してきて知ってるからさうん、うん、今更全く驚かないけどもうに組織委員会ってなーっていうねうんヘドが出るぜ <laughs> <laughs> っことで言うとヘドが出るぜ <laughs> ほんとそういうものよんほんとうん 本当それでもその中の心ある人たちがさ、うん、やばいなって言っていろいろ内部情報をくれてさうん、うん、でいろいろとまたさらにいろいろとやばい話が随分オープンになったけどさそれでも突入していくわけよすごいねまあやっぱりなんでそういうなんていうのこう普通に考えたら 普通に考えたらとてもじゃないけどいやなんていうのできなさそうなことができるかっていうとあれはただの寄り合い状態でオリパラ終わったら速攻で解散しちゃうからねそう無責任なんだよねうん責任なんか誰もしょいたくないわけようんまあも適当にやってりゃいいやとうん誰かが上の方で誰かがこうしろって言ったら別に全く その議論なんかすることもなくさ、うん、そのままで通してくるわけよ <laughs> だからやまゆり園みたいなことも起きるわけだ、うん、まあだから無責任体質なんだよねああ、うんうん、しかもその責任のさあの何、ー、て言ったらいいんだろうえー、まあなんかいろいろこういう損害が起きるわけじゃないですか、うん、でこの損害が起きた時はうっ税金でよろしくっていう だからさ、いいのよね、これ。民間企業だったらさ、うん、下手したら、自分たちの売り上げに、あのー、悪影響があるかもと思うから、必死になって考えるじゃん。うん、だから今回、トヨタがさ、CM も全部流すのやめますと、うん、あとはあのー、オリンピックの開会式にも、あのーうん、社長やらなんやら出しませんと。っていうのは、 やっぱりそういう悪影響、あのー、いわゆるリスクヘッジしてるわけだよね、うん、民間企業はそこでリスクヘッジ取らないと大変なことになったときにさ、うん、それがこうやっぱりすごいやっぱり金,的金的にも道義的にも跳ね返ってくる、うん、でも組織委員会は金は最終的には全部税金でいいし、組織はすぐ解散しちゃうから。 何の責任も取らなくていいっていう。ああ、人儲けしたな、よし、やめっか、みたいな。そうそうそう。なんかいろいろ悪いことしたけど、もう組織も解散だから OKOK、OK OK、みたいな、まあそそう。そういうのもあるから、小山田さんをそもそも起用したんですよ。うん、いや、これがさ、何、ヘビーメタルのバンドの、あの、何、あのイベントだとかさ、ね。 もう,ロックもうロックだぜみたいなもう,もう強烈なもうなんか何もうなんか菅さんのこのポスターを燃やしまくるロックのイベントとかわかるそんなんあるかどうかわかんないよあるからわか,かんないけどなんかそういうなんかそういう方向性なんだったらまだわかるけどねうんいやーなんかな <laughs> <お>もうズタボロですよ始まる前からズタボロうん、うん、本当に まあ,そまあよくぞここまでつたぼろになったなっていう感じだよね、うん、まだつたぼろになると思いますねまだまだ続くと思うよだからこれはほんとさ外から何かのプレッシャーがかかったんじゃなくて、うん、まあかかってはいるけどすべ、うん、ては自,己自,戒でし自戒してるんだよね、うん、自分で壊れてってるわけよ、うん、<laughs> 結局 <laughs> あの自分で <laughs> うん だって自分たちで選んだ人間が、うん、まああの問題があったからこういうふうになってるわけでしょ。うんうん、ちゃんとした人間選んでれば、うん、こんなことにならないわけじゃ、うん。べて自戒していくっていうね。うん、ね、チさん。ああ。意味がわからんです、本当に。まあ、とはいえですね、オリンピック、ここまで追求してきたあの我々としてはですね、 まあもう,もう何このこれの過程をさ見ていくしかないので,でそれでも中止にした方がいいと思うよでいつも言ってるけどもオリンピックはもう終了してんだよこれオリンピックのような残骸を無理やり続けてるだけだからこんなのいやおかしいまあそんなわけでねあの本間さんをねこのホテルにお送りしたいとねどこのホテルだっていうとですね新国立競技場7月24日 ね、新国立競技場が見えるところにです、ね、本間さんを送り届けたいと、えー、でそこで、ね、特別動画を撮って皆さんにもお伝えしたいというふうに思っていますので、えー、ぜひそれを、ね、皆さんでお送りしたいなんとですね、普段12万の部屋が10万ぐらい跳ね上がっていてプラス、えー、コロナが怖いのでやっぱりあのタクシーで、ね、あの本間さんをお送りしたいということで今そのお金を集めております。 なので、えー、どうか。で、当然ね、あの、経費以上になった分に関しては、本間さんにですね、お疲れ様ですということでお渡ししますので、どうか、どうか、どうか皆さんでお願いしますっていうことで、えー、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。で、カンパした,れた方はですね、カンパした後に、ここに書いてあるメールアドレスに、本間さんへですっていう風に一言言っていただけると、とても嬉しいです。それでは。 いつも見ていただきましてありがとうございます。こちら、本間リーブさんのですね、応援をしたいという方向けに動画の有料講義を作りました。 まあ、電通がですね、憲法、オリンピック、いろんな部分でですね、ものすごいですね、勢いで、まあ、我々の生活に実は影響しているということが、まあ、こちら国会議員さんとか、まあ、あるいは大学の教授、各種市民団体とかですね、公共の団体のところで講演したものを元にしてですね、まあ、私や本間さんがパワーポイントを使ってですね、すごい、ま、長い時間なんですけども、えー、見応えのある動画作っておりますので、ぜひ買ってほしいなというふうに思います。本間さんの取材を応援するためにもよろしくお願いいたします。今日も読書